おはようございます。速家塾の久保です。えー、女性の方にね、ちょっと聞いてみたいんですけども、例えば男性がですね、えー、女性に、ものすごくね、好意を寄せて、まあ、いわゆる惚れ込んでですね、大好き大好きっていう風なアプローチをしてるとしますよね。でも、その男性、そんなにね、あ、この女性いいなと思って、えー、魅力を感じて、えー、アプローチした男性も、その女性に、フラレットさん、なんだよ、あのな大したことねえよ、みたいなね。そんなことをね、悪口を言って去っていくという方ね、どう思います女性から見て。 いやーなみみっちーというかせこい男に感じませんか、うん、昨日ねこういう記事をフェイスブックに上げたら、まあ、非常にね多くの反響があって久しぶりにですねあのーまあ、その言葉をシェアをね何回もされたりとかねそれを動画化する方がいたりとかね、まあ、なかなか盛り上がったわけなんですけども、あのー、やっぱりビジネスとかね投資とか人生も同じで自分が魅力を感じて何かにねアプローチした時に自分の思わぬ結果が出たからといっていきなりですね手のひらを返したようにその 仕事とかあ、ビジネスとか、投資っていうのを攻撃する人っているんですよで。やっぱりね、それを恋愛と、先ほどの恋愛の例と比べてみると、あ、なんか、みみちいなと。 思うう人もいるそうですあ確かになーっていう方もいらっしゃったりとかねその考え方はよく言葉にしてくださいましたみたいな感じでメッセージをくださったりとかねなかなか多くの人に気づきを与えたのかなと思いますけども、まあ、私もね以前からそういう風に思っていて、えー、もちろんね自分が選んだものが自分の思っても見ないような方向に変わることってあると思うんですよでもそれはやっぱりね当たり前のことなんですよね 人生でもビジネスでも投資でもトラブルが起きることは前提なんですよね約束通りにならないっていうことは結構ね何回も私たち人生で経験してると思うんですよ信用してる人にまあ思わぬ結果が出たとか信じてる人に言ってみればね裏切られたみたいに感じたりとかねでもやっぱり世の中って変化していて絶対に未来が確定してるものはないわけなんですよねで悪意なく約束を守れなかった人っていうのもいるわけですよそして誠実にやったのに失敗する例もあるわけですよ それをですね、自分に利益がないからといってめった打ちにして攻撃するっていう精神は私はなかなかね持ち合わせられないかなと思いますただねそういう考え方がいらっしゃるのも仕方がないことだと思うんですよ皆さんね自分の利益とか自分の欲のために生きてるところが何と言っても多いわけですよ物欲があるとかないとかっていうテーマ出ますけども結局は欲にまみれてるのが人間の正体であってその欲を自分の能力ではなくて他人に託してそしてその結果が得られたら ありがとう、信用してたよっていう風な感じでね、なんとも都合のいいね、そのアプローチをするわけですけども、自分の利益にならなかった結果が出たら、もうね、もう鬼のように人を攻撃するわけですよね。で、私はいろいろと感じたときに、うん、もう同じ結論しか出ないんですけども、常に最善を尽くすってことですよね。人の足を引っ張ったり人を攻撃をする。こういうことが最善を尽くすことだったら、それはやればいいと思うんですけども、私はそれでは自体はね、あんまり好転しないと思うんですよ。まあ、ですんで、自分の最善を尽くすということ。 うまくいくように自分も手を貸すとかね、何がしかの力を自分が発揮して、状況の悪いところをよく変えていくって、よくなるように変えていくっていうことが、私はね、まあ、最善の策かなと思うんですけど、皆さんいかがでしょうか。えー、それでですね、本日は倉敷、うーんと、物語館1階ですか。13時から一部の方お会いしましょう。いってらっしゃい。